はい、もうこれも弱ってしまったアジで、もうほとんど死んでしまうアジです。でこれをまあもっとこう身捨てる方もいるんですけど、捨てた時にもうこのアオリイカが、もうすぐに食べてしまうことがありますので、1匹食べたらもう満足して次乗ってこないっていうこともありますんで、こういうのはもう帰るまで、置いておく方がいいです。でまた自分が帰る時にまだ周りの人が野猿釣りしてる時は、捨てずに、まあ、こういう水没釣りしてる人だったら見せてきたらもう、勝手に海に流れていきますんで、また鳥が来て食べたりとかしますんで、もうこのまま、置いておく方がいいです。